こんにちは、カノアです。いつもご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録もありがとうございます。今日はですね、パラレルについてお話ししていきたいと思います。YouTube か何かで、並木さんがラジオでお話しされた、お話を、ちょっと YouTube で見たので、それについて、お話ししていきたいと思います。並木さんに、相談されている方が、シャツ、白いシャツに、ミートソースのシミがついた、シャツを漂白しても全然落ちなくて、そのシミのついたシャツを、リビングの椅子にかけておいたら、次の日、シャツがシミが消えた綺麗な真っ白のシャツになっていた。で、これはどういうことでしょうかっていうふうに言われていて、そのことについて並木さんがパラレルのことについてお話しされていたので、それを紹介したいと思います。パラレルっていうのはたくさんあって、どれを選んで体験するかということだそうです。ミートソースの汚れがあるシャツのパラレルもあれば、それが綺麗に消えているパラレルもあります。ミートソースの汚れのない綺麗なシャツが存在するパラレルに、この方は移行したということで、私たちが気づいてなくてもそういうことはよく起こっているそうです。例えばハワイでカクテルを飲んでのんびりしたいと思うと、それをイメージできます。イメージができると、それはもう違う次元に存在しているっていうことになります。何らかの形でハワイでカクテルを飲んでる自分にチャンネルが合うと、あ、思っていたことが叶ったねっていう風になります。これが実はパラレルを移行したということです。例えば夢だと思っていたことが現実に形になったということはあります。それは夢が現実化している世界に移行して、それを体験しているっていうのが事実だそうです。この方もワイシャツに、ミートソースのシミがある世界、それとない世界が存在していて、シミを落としたいと思った時点で、汚れが全くないシャツをイメージします。すると全く汚れのないシャツが存在する世界が、どこかに存在するということで、この方がその時に望んでいたのにかかわらず洗っても落ちない世界にいたのが、ある時何らかの形でスッとシミがついていないシャツが存在する世界に移行した時、急にシミがなくなっているということを体験したということだそうです。並木さんの体験談で言われていたんですけれども、前に自分の目の前にコップがあって、それが視界に入っているのに一瞬コップが消えたそうなんですね。スライドするように、消えたそうなんですね。で、あ、ないと思った、今コップがなくなったと言おうとしたら、スッとコップが戻ったそうなんですね。その瞬間、コップがあるパラレルとないパラレルが存在するので、ないパラレルに一瞬移行し、またあるパラレルに移行したというふうに言われていました。みんな気づかないだけで、パラレルに1分間に何十億回とテレポートしているそうです。景色が、変わってないし、それほど、変わってないパラレルに移行しているので、テレポートしていることに気づいてないそうです。誰もが体験しているけれど、記憶違いみたいに片付けられてしまいます。例えば、小学校の時に A 君にこういうことがあったよね、と言った時に、それ A 君じゃなくて B 君じゃないってなった時に、それは言った人の勘違いって捉えられるかもしれないんですけれども、他のみんなが B 君、それ B 君だよと言っても、絶対私は A 君なんだけどという時、その人が間違っているとは必ずしもそうとは限らないそうです。その人は A 君がそういうことをしたパラレルを記憶しているということになるそうです。以上でお話は終わります。たくさんのパラレルがあって、いろんなパラレルの世界を私たちは生きているので、必ずしも同じような記憶を共有しているというわけじゃないっていうことなんですね。なので、そういう意味でも、人それぞれ、みんな真実、が違っていて、
その人の真実を生きているっていうことになるのかなっていうふうに思いました。以上で終わりになります。お知らせなんですけれども、私は今、オラクルカードリーディングを習っています。今有料なんですけれども、モニターさんを、30名様募集させていただいています。1時間3000円で、Zoom オンラインで、募集させていただいてます。もしピンと来られた方は、申し込みフォームを概要欄に貼ってますので、そちらの方から申し込みいただけると嬉しいです。いつも聞いていただきありがとうございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。